Are you a secret Ku Klux Klan member? We're gonna find out real quick. Where you live at? If we have a concern. ブライス・ローズ。彼は3件の殺人を含む複数の罪で有罪判決を受けました。2016年5月22日、当時学生だったラリー・オードウェイさんとモーリス・ゴードン3兄弟が自宅の近所で発見されました。彼らが最後に目撃されたのは前日の5月21日、夕方に母親の家を出たまま帰ってきませんでした。警察はすぐさま近隣住民に聞き込みを開始し、そこで兄弟が他の2人の若者と、顔や首にタトゥーが入った男性といた、という情報を入手しました。そして警察はすぐに重大の2人を逮捕、2人はローズから、兄弟殺害への参加と現場の清掃を強要されたと自白しました。遺体発見から2日後の5月24日、警察はハイウェイでローズの車を発見し、彼の未処理だった家庭内暴力事件での令状に基づき、彼を逮捕しました。そして逮捕から7時間後、捜査当局はローズが母親と共有していたアパートを詮索。そこで血液を含む大量の証拠を発見し、彼を2人殺害の容疑で起訴しました。警察の調べによると、兄弟がローズと一緒に車に乗っていたところ、ローズがクリストファー・ジョーンズという男性をいきなり路上で射殺。そして密告を恐れたローズが2週間後、兄弟を殺害したということでした。兄弟は彼のミュージックビデオを見せられた後、彼のことを尊敬するようになっていました。そして逮捕から1週間後、開かれた公聴会で突如彼の弁護士、ブレンダン・マクロードさんは、条件によっては彼の代理人はできないと発言しました。どうやらマクロードさんは公聴会の前にローズに対し、君を弁護をすることは利益相反になるためできないと彼に説明すると、ローズはマクロードさんの顔に唾を吐いたとのことでした。発言を聞いたローズは弁護士に対し、臆病者がまた外で会おうなと言い放ちました。そして1ヶ月後の7月14日、ローズはラリー・オードウェイ、モーリス・ゴードン、クリストファー・ジョーンズ3人の殺害の件で起訴されました。しかしこの6週間後、なんとローズは収監されている刑務所内で他の受刑者を床に叩きつけ、あいつらみたいに殺したろかなどと脅し唾をかけ、その件で9月の予備審理に出廷することになりました。そしてその時彼は拘束具付きの車椅子に唾吐き防止マスクを着用させられていました。ローズは判事に、なんでこんなことをするんだと尋ねると、判事はなぜかわかるでしょうと答えました。すると彼は、俺がお前の住んでいる場所を探せないと思うかと脅迫じみた言葉を放ちました。I'm gonna keep talking because I don't want to have to see you back here for this. Okay. その後も起訴状を読み上げる判事に対し、彼は何度も暴言や脅迫じみた言葉を放ちました。そしてこの予備審理で彼は、第4級暴行、第3級脅迫、身体的接触など新たな容疑で起訴されることになりました。さらに彼はその後も裁判が行われるたび無礼な態度を取り続けました。2020年には裁判官に、あなたは KKK のメンバーですかと尋ねたり、裁判官が検察側弁護士と性的関係を持っていることをほのめかすような発言もしました。I don't know if y'all got some type of sexual relationship going on, or you denied all my motions. Every motion I've had, you didn't deny it. Are you some type of racist? Are you a secret Ku Klux Klan member? また2021年には、殺害されたモーリスとラリーの母親に対し、投げキッスや払いのける仕草をし、彼女と言い合いになるなど、反省の色は全く見せませんでした。さらに同年、彼はまた裁判官に対して脅迫めいた言葉も放ちました。そして2023年10月、ローズは裁判を受ける能力があるとの判決が下されましたが、なんと死刑には処されないことが決定しました。
裁判官はローズには知的障害があり、ほぼ生涯にわたり重度の精神疾患に苦しんできたことが証明される、公平かつ信頼できる証拠が見つかったと述べました。これにより今後ローズが直面する最も重い刑は仮釈放なしの終身刑となります。裁判の陪審員の選定は今年2023年の12月11日に始まり、それ以降裁判が開かれることになります。彼の弁護士解雇や不適切な態度、また新たな犯行により何度も延期されたこの裁判は、事件から7年も経過しています。最後の裁判は一体どうなるのでしょうか。 We're gonna find out real quick. Promise that.